ペラーフィルムの箱。パラフィルムはアメリカ合衆国入りのイシューシカゴの企業ペッチニー、プラスチックパッケージングカンパニーが製造しているプラスチックパラフィンフィルムである実験室で主に使用されている。パラフィルムはフラスコあるいはキュベットといった容器を封、あるいは保護するために一般的に使用されている。また、蓋付きの容器を長期間保管する際に 湿気及び空気による汚染から封をするためにも用いられる。パラフィルムは塩性、転性があり、防水、無臭、熱化素性、半透明、凝集性である。日本では株式会社 LMS が輸入元として販売している。熱化素性物質であるため、パラフィルムはオートクレーブには使用できない。揮発性有機溶媒はパラフィルムを溶解する。 パラフィルムは接着性がないため、モデラーにもエアブラシ時のマスキング材料として使用されている。演芸家は継ぎ木にパラフィルムを使用することがある。継ぎ木ではしっかりと固定することと乾燥を防ぐことが求められるが、パラフィルムはどちらの役割も果たすことができる。昆虫学者はパラフィルムを蚊やコジラミといった吸血昆虫に給仕するための膜として使用している。 パラフィルムの新しい応用としては、紙を元にしたマイクロ流体素子の製造がある。このデバイスは、高価な医療機器を使用できない発展途上国や、地域のための低価格診断法として適していると考えられている。ありがとうございます。